はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、以前リクエストをいただいたクラウンの保険についてお話ししていきたいなというふうに思います。まあ、今回の保険の内容というのはですね、僕のクラウンアスリートが入っている保険内容だったり、あと金額だったりをお伝えしていきたいなというふうに考えています。ただ、一点、あのお話しする前にちょっとね、皆さんにお伝えしたいことがあるのですが、僕はですね、保険屋ではありませんので、事細かい保険の説明というのは できませんそこだけご了承いただきたいなというふうに思い最初にねこれをお伝えさせていただきますそしてですね内容をお話しするんですが最後にはね保険を安くする方法僕の中で思い浮かぶ2点をお話しさせていただこうと思いますので是非ね保険に関する内容を少し値段下げたいなとか、えー、保険のね内容どんな感じで入っているのかなっていう方是非ね最後までご覧いただければと。 思います僕の場合ですねえ結構ねあの金額とか全部ねあのさらけ出してしまうのでぜひその辺り気になっている方最後まで見ていってくださいはいそれではですね保険の方やっていきます、えー、まずですね僕が入っている保険は SBI 損害保険株式会社というところに入っていますまあ俗に言う SBI 保険でいいと思いますはいそちらのですね、まあ、僕は個人なので個人総合保険というところですね はい。そしてシンプルプランというところなんですけど、これはね、いろいろ充実したプランとか、あの内容によってはまた名前とかね、変わってくるので、えー、ただ僕が入ってきた、入っているのはこちらのシンプルプランというところです。で、証券番号はこちらにね、ちょっとあの付箋で隠させていただいております。で、こちらのですね、ピンクのところ値段なんですけど、これは後でしっかりとお見せしますのでお待ちください。はい。で、まあ、 支払い方法、まあ僕は一括だったんで一括です。で、クレジットカードで払いました。はい、こちらはですね、振り込みとか、えー、その他何だったかな、まあ大体振り込みかクレジットカードが今、えー、主流だと思います。で、こちらはですね、領収日というのは、えー、まあお金を払った人、まあこ,れこちらとですね、一緒ですね。で、えー、こちらの期間は、まあ、1年間なので、ね、令和3年の11月7日というところです。で、まあこちらはですね、また一緒に、一緒なので、2ページ目の方に飛ばします。 はいで重要なですね、まあ、基本の保証障、まあ、ここ皆さん大事かなという,ふうに思うんですけれど、えーまあ、大体はですね、えー、対人、はいこちら無制限そして対物、無制限、まあ、この辺りがね一番あの重要になってくるので、まあ、こちらがね、まあ、無制限になっていれば、まあ、ほぼほぼはねあの、まあ、保険の内容としてはいいんじゃないのかなという,ふうに思っています。 ま、あ後の方はですね、バーっとなって、まあ、このあたりはですね、重要な、えー、入りたいものがありましたら、えー、自分でね、ご自身でその保険会社に、えー、お聞きしていただいた方が、えー、よりね、確実な回答が返ってきま、くると思いますので、僕の方は少しね、その辺省略させていただこうかなというふうに思っています。えー、ここから下が大体ね、あの、車両保険になってきますので、そのあたりは、えー、お話ししていこうかなというふうに思います。まずですね、この限定 A は何かというとですね、これは自損事故以外は、えー、お支払いしていただけるというふうな、 形になります、まあどういうことかというとですね、まあ、例えばなんですけど自分でどっかにね居眠りで部屋にぶつけてしまったとかでそれで車が、まあ、傷つくわけですよねそちらに関しては出ませんよということですでこのですね限定がなくなった場合が一番、えー、保険として高いプランになります、まあ、いわゆる車両保険でい全ての項目に対してお金がね出るという感じになりますただ僕の場合そこまではねちょっとうん必要ないかなというふうに思いましてこの内容にしてあります ちなみにこの A の場合ですね、注意点がありまして、当て逃げもですね、出ません。はい、当て逃げも出ないので、やっぱね、そこら辺一番心配だなという方は、この A がね、取られた一番高いプランに入ることをお勧すすめします。ただ普通にですね、あの運転していて、何かね、自分が例えばなんですけど、万が一加解者だったとして、えー、車がね、 あの廃車になってしまったとかそういう場合でも一応350万円までは、えー、お支払いしていただけるというところですで最初はここれこちらですね車両事故負担金というのは最初は確かゼロで2回目使うときは10万円面積かかりますよだった気がするんですよねただ僕の場合、ここら辺はですね基本的な事故をな,なるべく起こすつもりでは、えー、運転していないので、まあ、こちらはですねなるべく使わない体で考えているというところです。 なので、あんまりですね、あのー、保険の説明を受けたんですけど詳しくはちょっとね、覚えてないというところはすみません、あのー、ご理解いただきたいという,ふうに思いますただ、この限定 A というのは、まあ、大まかに言うと自分でやってしまった事故そして当て逃げは出ませんというような内容だったと思います。ははい、そしたららでですすね、ね、ページ目はこちらです、ね、僕の車に 関する、えーまあ、情報というような形になってきます。はい、クラウン。で、そして、型、え、式、ー。仕様ですね。まあ、2070のターボ。アスリート、これ G ではないですけど、まあ、S なので、まあ、とりあえず、まあ、G から T という、えー、グレードの中の、まあ、S がね、間にあるので、まあ、それはね、G から T というふうになっていると思います。で、熊谷334の 9番、これも僕の車なので、そのナンバーですね。そしてこちら、型式。車体番号なんで、その後はちょっとね、付箋で隠させていただきました。そして、初年度、29年の4月登録者です。新車で買って、約ね、今も三3年とちょい経ってしまっています。で、区分はですね、自家用車ですね。で、車両、このあたりはですね、なんかメーカーによっていろいろ数字って違う場合があったり、その年のですね、事故に対して、翌年のあの、この数字っていうのが、 変わってくるので、こちらもあんまり当てにはならないというふうに思います。まあこのですね、数字っていうのは、例えば事故がクラウンが今年1年間なければ、あんまりなければこの数字が下がっていきますし、この数字がですね、高ければ高いほど、まあマックスが10だと思うんですけど、えこの数字が高ければ高いほど保険料が合計して高くなってしまうというところですね。なんでクラウンの場合、えとりあえずですね、8、7、4、7というふうになっております。で、 えー目的、まあ、これは日常だったりレジャー、まあ、いわゆるね皆さんもそうですけど通勤だったり、えー、まあその他ですね、まあ、プライベートに乗る分とか、まあ、そういう感じの部類が日常レジャーになってくると思います。でその時の走行距離が 2万と2885キロで、え、と、えー、申告させていただきましたというところです。で、こちらですね。はい。申告日が10月の12日。はい。そして、まあ、年間ですね。大体5000から僕の場合1万キロ。まあ、ただね、YouTube で最近いろいろ使っておりますので、まあ、少しね、あのー、普段乗っているよりは、まあ、ペースが上がっているかなというところもあります。はい。で、所有者は、まあ、僕ですね。はい、まあ、こちら同じというふうになっております。 はい。そして4ページ目。はい。次ですね。えー、ノンフリート。まあ、これはですね、等級ですね、いわゆる。はい。まあ、僕は20等級なので、20等級というふうになっております。で、年齢の方はですね、26歳以上保証。まあ、これでね、年が少しバレてしまうというところなんですけど、まあ、僕はですね、平成生まれになります。はい。昭和ではありません。はい。まあ、そこまでんまではね、ちょっと言っておこうかなというふうに思います。はい。で、運転者はまあ、僕限定ですね。はい。で、インターネット割引ありと。で、このですね、まあ、これもコピーしたものなんで、まあ、 ねえ、あの、自分でパソコンから印刷したというところなんですけど、まあ、これはね、使ったところで500円だったかなまあ、そんなぐらいだと思います。はい、詳しく覚えていません、その辺も。で、あとはですね、まあ、こんな感じですね。まあ、以前の会社はアクサダイレクトで、えー、やっていたと。で、そして満期が、11月の 7, 7日に迎えたというところですね。 はい、そしたら最後の方に行きます。はい、これもですね、まあ、基本的にはさっき言った通りですね、えー、まあ、お住まいの、えー、都道府県、まあ、埼玉県なので埼玉県と、まあ、ブルーだったり、まあ、僕、ゴールドでは、ね、ないんですよ。あの、セルションの時の事故がね、ちょっとありますので、ね、5年以内では、まあ、ま、 そろそろだったかなでもまあ、まだね、更新してないので、まあ、とりあえずブルーになります。で、セルシオのね、ちょっと事故の件とかも、後でね、付け加えてお話ししていきたいなというふうに思います。その辺ね、結構あの、保険これからどうしようっていう方には参考になるかもしれませんので。はい。というわけで,ですね、まあ、先ほどと、え、あとは残りはもうあんまりね、変わりありませんので、飛ばしたいというふうに思います。はい。それではですね、いよいよ保険の金額の方を発表していきたいと思います。はい。 SBI、損害保険株式会社。はい、今入っている方ですね。こちらの方は僕が1年間で35,350円をお支払いしております。はい、そしてですね、えー、去年まで入っていた SBI ではありません。こちら、アクサダイレクトですね。アクサダイレクトでは、えー、49,160円を払っていたというところです。まあなぜね、この金額が差額が出るのかとい言ったら、最初の時だけは、えー、安くなるというところなんですね。なので、まあ3万5000円になります。 ま、僕のですね、え、先ほど、え、お話しした保険内容というのは、ま、2番目のグレードになると、考えていただきたいと思います。で、一番安いのはですね、もっと安いです。2万五千円とか2万円ぐらいの、え、もっとね、破格な金額でした。で、逆にこれ以上に高いっていうのは、ね、先ほど言った、あの、保険の内容の、車両保険 A がないような、フルオプションのね、はい、車両保険がついたやつが、だいたい4万五六千円か、5万円いかないぐらいの金額でした。はい。 でまあやっ、ね、1万5000円ケチるのかよっていう,ふうに思われるかもしれないんですけど、まあ、僕の方ではで、ね、1万5000円はだいいた企画とかで、えー、結構、ね、簡単に使っている金額なので、まあ、本当はね上げることもできたんですけど、まあ、やっぱね一番いいグレードにして何でもねあのお金が出ちゃうっていう状況にすると何、まあ、かあったら保険があるからいいやっていう運転になってしまったり、まあ、その辺ね、ねもしかしたらあるかなというところで、まあ、この、ね、真ん中ぐらい。 まあ、かといって最悪ね、あの、安さにね、目を引かれて、まあ、保険がね、何の理由で入ってるかわからなくなってしまうわけじゃないですか、そんな車両すらもね。 何もついてない状態だと。っていうわけで、まあ、真ん中のグレードにしたというところです。まあ、なのでね、この意見を皆さん聞いて、えー、まあ、ケチだなとか、ま、いろいろあると思います。まあ、それでもね、その考えがいいよっていう方も、えー、いるかなと思いますし、まあ、もしくはね、これ、これすらも入んなくてもいいじゃんっていう人もいると思います。ただ僕の場合は、ま、一応ね、最低としてここら辺はね、入っていこうかなというふうに考えて、このグレードにしたというところをね、まあ、皆さんにですね、 お伝えしていければねいいなというふうに思っていますはいえー、以上ね保険のお話したんですけどいかがだったでしょうかでここでですね僕の方でセルシオの件をお話ししますと、えー、セルシオはですね自分の加害 えー100%悪くちょっとねあのー、事件が起きてしまったんですけど、えー、そちらはですねまあ、動画、事、えー、細かい内容っていうのは載せてないんですけどその事故の後のパーツの売買だったり、えー、金額はね結構ほぼほぼ細かく載っけておりますので事故後ね、ねちょっとそういういカスタム車とか、えー、どうなってしまったのかとか、えー、実際ですねまあ、もうリアルにえ喋っている動画がありますのでそちら、ね、興味がある方はぜひ、ね、見ていただければと思います。まあ、本当にね あれはねもういい思い出っていうのは何もないですはいなのでねやっぱりそういう系を、えー、踏まえるとねちょっとやっぱ保険っていうのは、まあ、ある程度の内容はね入っていてほしいなというふうに思いますじゃなければね何のために入るんだ保険っていうふうになってしまいますので事故を起こしてから、えー、ななんか、ね、そういうふうに思ったらやっぱり遅いところもあるので、まあ、僕もねマックスの保険内容っていうのは入っていないんですけどやっぱねある程度最低限の内容は入って それにねやっぱ車運転するにはやっぱもうハンドル握って何かあったら全てね自分のせいだっていう。あの 認識でね運転していただければというふうに思いますのでこのね動画保険の内容へ参考になればね非常に嬉しいなというふうに思います、まあ、僕もですねあのだからといってですね、まあ、偉そうなことを言える立場でもありませんし偉そうなことを、ね、言うつもりはないんですけどせっかく見ていただいた方には何かね自分がこれまでに経験してきたことだったり、まあ、こういう保険の内容もそうなんですけどそれをねぜひ、ね、お伝えして伝わればねすごい取った甲斐があるかなというふうに 思っていますで最後にですね保険の安くする方法2点はいこちらお話ししていこうかなというふうに思いますまあ、この情報をです、ね、使う使わないは視聴者さんのあなた次第なのでそちらの方はですねご自身で自分のね自己判断にお任せするというところにしたいと思いますそれではまず1つ目お話ししていきますこちらはですねもう簡単です単純に内容を下げるです はいただ先ほども言った通りさっきのね前置きがあって今があるんですけど、えー、やっぱね保険入る理由っていうのを考えていただきたいなというふうには思いますまあ、先ほど言った通りですね、えー、何のために保険に入っているかわからないっていう状況にはなってほしくないのですがまあ一応ね下げる要素としては内容を下げる いうことですね例えば無制限のところを500万とか1000万とかにするっていう形ですね、まあ、ただ、ですねこれ少し下げたところで金額っていうのは大幅に下がるわけではありませんので、やっぱ、ね、これ、リクエストくれた方、多分女性の若い方なんですよね、で僕もですねやっぱり、えー、乗り始めの19歳とか、えー、マジェスタ乗ってたんですけど、やっぱ、ね、めちゃめちゃね保険代高かったです。はい 周りに聞いてもやっぱね月2万円とかもいましたしやっぱねそこら辺ねもうやっぱ若いうちっていうのはすごいねうん保険代苦労すると思われますまあ僕もですね19歳の時マジェスタ乗っていたんで保険代がねめちゃめちゃ高かったっていうのはねもう自分自身も分かっていることなんですよなんでやっぱりね少しでもね安くね入ってほしいっていう気持ちはあるんですけどやっぱね何度もお伝えするように保険の内容っていうのはえ結構ね考えて入っていただきたいなというふうに 思います。その時ですね、やっぱ僕も周りに聞いたらね、やっぱりえ、結構なね、金額出してる人もやっぱいたんですよ。毎月2万円とか。で、やっぱね、内容を下げてる人も中にはいました。けどやっぱ、まあ、事故ななければそれが全てだっていう場合もあるんですけど、やっぱね、万が一なんかあった時の保険ですので、そちらの方ですね、よく考えてお入りいただければというふうに思います。そして、二つ目。はい。こちらはですね、結構使える方は限られてきてしまうんですけど、ズバリ、親の等級をもらうです。はい。 親の等級をもらうどういうことかと言いますと、例えばあなたに、えー、お父さん、お母さんがいます。で、保険入られてると思います。で、大体ですね、まあ、親御さんっていうのはもう、保険がなよほど事故を起こす人でなければ、もう20等級、つまりマックスの等級に、えー、もなっていると思うんですね。そしたらですね、それを名義を自分にもらってしまうことができます。 で、まあ、例えばですけど自分が今20等級のやつをもらったとしますそしたら、まあ、年齢差で少しは高いんですけど通常ね新規で入るなんかよりはるかに安いですで逆にですねお父さんとかお母さんはその年齢制限をつけた状態で入ることができます ま、これはですね、一つの計算方法なんですけど、お父さんとお母さん、どちらからか、あなたが保険をいただきます。ま、投機を受け取るということですね。そして、お母さんとお父さんが新たに入る場合、これをパターン1とします。で、パターン2が、お父さんとお母さんの投機はそのまま。で、あなたが新規で入る場合、パターン2、どちらが安いかといったら、パターン1が完全に安いと思います。 まあその辺もですね詳しい内容っていうのはそのお父さんとかお母さんの投球とかによってしまうのでもしですねその差額を自分でお支払いしてでもお父さんとかねお母さんが少しであのそのそ投球を譲ってくれるよっていう方はこちらの方法を使ってみるというのも1つの手かなという,ふうに思います。 はい。それではですね、今回保険の内容、大体ね、僕が知ってる知識というのは、以上ね、皆さんにお届けできたかなというふうに思います。ただ、唯一ね、ちょっと申し訳ないのは、僕が保険屋さんではないので、事細かい説明はできませんでしたというところで、そこら辺はですね、少しご理解いただければというふうに思います。それではですね、今回も動画ご視聴していただきまして、ありがとうございました。 僕の方ではですねコメントにいただいたものは基本的にコメントをお返ししているというところなのでまた、ね、気になることだったり、まあ、クラウンのね結構多いのがあのハンドルの質問とかが結構多いんですけどあちらはですねあのまあ、210系後期の、えー、僕のはですねあの限定車 j f フロンティアというところなのであのハンドルも最初からウッドハンドルがねコンビで、えー、そういう、ね、仕様になって、えー、純正でね ついいいててきまてますはいまあ、そういうあのね質問もね、まあ、以前の方の質問をあのご確認くださいとかではなく、毎回ね、ちゃんとね、答えるようにはなるべくしていますので、まあ、時間がかかってもですね、えー、なるべくこういう動画だったり、えー、その質問だったりはお答えしていこうというところなので、ぜひね、この動画が良かったり、気になったことがあったら、えー、コメントにね、どしどし、えー、いただければと思います。まあ、ちょっと時間がかかっても、えー、なるべくね、返すように頑張っておりますので、ね、その辺もよろしくお願いします。 なので、この動画ぜひね、よかったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録などなどしていただけると嬉しいです。あとリクエストもですね、やれるかどうかっていうのはちょっとわからない部分あるんですけど、一応ね、あの視聴者さんの声として受け取っておきたいなっていう部分はありますので、ぜひね、ありましたらどんどんね、お声いただければというふうに思います。それではですね、今回も動画ご視聴していただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。